もうレースしたそう、まあ、ちょっと適度に僕らが出してないどうした今回祭振り返ってみて今回祭はあの2日目の、まあ、9着からちょっと自分なりに、まあ、G1 に向けてちょっと多作狙おうと思って、まあ、昨日は4倍試したわけですけどやっぱりこう早かったですね時期的に4倍試す時期にはちょっと早すぎたって感じですね、まあ、あの何か掴んで帰りたいっていうことだったんですけどそうですね今回の場合だったらその、まあ、いつもは2周だけど半周伸ばしたらどうかなっていうのを今日は試したかったんですよ、まあ、ちょっとタイミングちょっとずれましたけど、まあ、突っ張られてまたすぐ巻き返して、まあ、でも結局逃げ切って3着上がったってことはまたそれだけの足があるってことなので、まあ、またつながるレースだったと思いますでは競輪祭では結果を残してそうですね競輪祭でちょっと結果残したいですけどどうしても頑張りたいと思いますはい、初めてのこのビッグレース戦い終えた感じはそうですねすごいいい緊張感で中で走れたと思うので、はい、すごい勉強になりました得たものが大きいそうですね大きいんでこれからしっかり練習して上で戦えるように頑張りたいです、まあ、普通じゃあ後ろにタイトルホルダーが2人もつくなんてこともあんまないですからね、はい、すごい頑張ったつもりだったんですけど本当ちょっと自分の弱さがあるんでもうちょっと強くなってきますまたでも次もあの出場したいっていう気持ちが出てきたんですそうですねもう上のレースでしっかり出て戦えるようにしたいですまたあの活躍していることありがとうございます頑張りますまあ、今回さえちょっと結果は結びつかなかったと思うんですけど、はい、まあ得たものも大きい開催だったんじゃないですかそうですね先行に、まあ、戻したいなと思っている部分があり、まあ、それが実際レースでできてで結果、まあ、2日目はダメでしたけども、まあ、3日目に行ける形 で最終日はその先行基本に考えたら幕りが決まったので、まあ、トータルで見たらすごいいい会社だったと思いますね、まあ、もう年末まで時間迫ってきましたけど、はい計画の方はどうですか、まあ、順調に来てますじゃあ、今回さえきっかけにしてまた次のステップに進めそうなそうですねそういった部分の考えてすごいいいステップまず最初のステップになってきますねお4着っていう結果だったんですけどいやもうダメですねでも全力は出し出せなかったですねもう狙ってて全く隙がなかったのでレースさせてもらえなかったですねもったいなかったですラインがあればまたちょっと違ったようなラインは別にそんなにはかけなかったので僕が出足のところでしっかりと位置取れてればもっと面白い展開になったと思うんですけどそういうところのもっとシビアなところが足りないと思うのでもう少ししっかりとまたでも決勝の舞台で戦いたいそうですね、まあ、これをまたバネにしっかりと練習してリベンジしたいと思いますいえ本当に今日は北日本 あの結束の場で優勝できました、これからも北日本で上位で戦略で頑張ります今までよろしくお願いします